日本関東地方神奈川県横浜市港南区野場町。野場町は神奈川県横浜市港南区の町名。定番を持たない単独町名である住居表示未実施。郵便番号は234-0056。面積2097平方メートル。1万560世帯2万3859人が暮らす。面積、人口とも港南区最大である。 南北に長く、北は、環状2号を挟み上長屋、南は、坂区小杉下谷、小山台、東は、日野、日野南、西は、丸山台、上長屋町に接する。北部は、地下鉄上、長屋駅に近く、地下鉄の上、長屋車両基地や江南図書館などがある。横浜横須賀道路が通過するが、町内にインターチェンジは設けられていない。中部は、 横浜市住宅供給公社や市営の団地が立ち並び、上長屋駅、上大岡駅、江南大駅、洋光大駅などのバスの便がある。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、野場町あざ長崎81番39の地点で18万2000円、平方メートルとなっている。古くは、 相模国鎌倉郡上野庭村及び下野庭村で、鎌倉時代から戦国時代まで、野場団地一帯には、鎌倉幕府初代侍所別党の和田義盛が、築城した野庭石城が存在し、鎌倉や玉縄城の出城として機能していた。町内の万所という地名は、執権法上家統治下では、法上と木宗室の各三人が開いた。 鎌倉党刑事の事業だったことに由来する。戦国時代には、安藤良政、石巻広報等の北条家主家が、野ば席城城代を務めた。上下や庭村は1889年4月1日に、長屋村及び平戸村飛地と合併、長野村大技上野には、下付家にはとなる。1936年10月1日に、横浜市に編入。 中区の一部となり、大和上野には、下津家庭の地域を合わせて、野場町となる。1943年12月1日に分区により、南区に編入。1969年10月1日に、校内区に編入された。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。